平山薪は、地方競馬の浦和競馬場の元騎手、現場教師である。地方競馬教養センター長期騎手家庭第71期生。2000年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得し、一の節佐休者からデビュー。同年4月17日第1回浦和競馬1日目、第4競争 C3 八組条件戦チャーミングモネで初起場、初騎乗。 同年5月30日、第2回浦和競馬2日目第7競争 C に3組条件戦を同カパスサーで優勝し、12戦目で初勝利。同年12月6日、中津競馬場で実施された第4回、ひみこ杯出場。2002年4月13日、14日にマスダ競馬場で実施された女性騎手招待競争に出走。同月付けで、 一ノ瀬司休者から広瀬達夫休者へ、所属変更。2004年10月20日荒尾競馬場で実施された、全日本レディース招待競争出場。2005年4月1日付で、広瀬達夫休者から牧坂徹る休へ、所属変更。同年11月22日荒尾競馬場で、実施された全日本レディース招待競争出場。 2006年5月31日付で、牧坂徹る調教師廃業、旧社解散のため、横山田持旧社を経て、桑田高雄旧社へ、所属変更し、その後、同年9月1日付で、ごぼう栄吉旧社へ、所属変更。同年レディースジョッキーズシリーズ出場。2007年レディースジョッキーズシリーズ出場。2008年レディースジョッキーズシリーズ出場。 2009年6月1日付で、ごぼう永吉厩舎からよもぎたみのる厩舎へ、所属化変更。2011年、平成23年度第1回調教師試験に合格、6月1日付で調教師となった。騎手としての通算成績は856 0 25勝2着50回3着35回、勝率2.9%、連帯率8.8%。 調教師としての初出走、初勝利は、2011年8月8日、浦和競馬第一競争。なお、女性調教師の管理馬初出走、初勝利は、史上初の快挙。2019年、第14回埼玉輝き、小木の銀子賞、爽やかチャレンジ部門受賞。ありがとうございます。